文宣帝は、北朝北西の初代皇帝。聖は皇、意味縄、陽、字は、古心。先碧名は、皇に母子。本願は、北海軍、県闘技の県心の皇官の次男に生まれる。母は、精細の老将君。北義皇、武帝の皇后皇子、皇清子、闘技皇制帝の皇后皇子、皇縁、皇深氏、皇渡るの同母兄弟に当たる。 要望は醜く、打ち気で、無口であった。幼い頃は、才覚が人に気づかれず、見と目は、暴用としていて、兄弟や周りから笑われていたが、父親の交換は進化を見抜いていた。兄の孔清が、乱刑によって殺害されると、後を継いだ、公用は、乱刑を中殺して、兄の仇を討った。以後、着実にその後継者としての地位を固め、闘技の定位にあった。 元吉見により上昇とされ、聖王に封じられた。しかし高陽は、父が建てた区靴でしかなかった、元吉見の進化としての地位に満足せず、竹貞八年、二十五歳の時に、元吉見に禅情を迫って定位につき、北西を建てた。加えて五百五十二年、中山王に、興奮された、元吉見に人を使わし、三人の息子と共に、殺害させた上で、 後生皇,皇帝の死亡を送った。のみならず、義の喪失元氏の一族は、後にことごとく殺されている。即位当初は政務に力を注ぎ、用を投与して、衆軍の削減と官僚の削減、加えて、布国強兵政策を実施し、農業、使用鉄業、洋業を中心にした経済を背景に、北西を短期間のうちに国家として成長させた。軍事面では従前、 喫丹、コウクリなどを攻撃し、勢力範囲の拡大も実現している。しかししばらくすると政務を顧みなくなり、主職に溺れ、宮城の造営で十万の民を徴用するなど社史を極めるようになり、民衆生活を圧迫した。また文宣帝は、自らは、勘化した、占辟族でありながら、その劣等感を常に持っていたために、漢族の大量殺害を実行し、同胞である、 喚下した、千匹族の利益を維持した。死の同年である559年、高陽は、北魏の旧皇族である、元将に対し、五冠の光、武帝隆州はどうして、官の王朝を中興し得たのだろうか、と問うた。元将が、隆氏が、大毛によって、殺し尽くされなかったゆえでしょうと答えると、これを受けて、同年5月、高陽は、 元市一族の末裔や北魏時代の高官らの虐殺を代々的に行い、これにより721人が死亡した。死体はすべて首都の行の近くを流れる水に捨てられ、水で獲れた魚から頻繁に人の爪が見つかるようになったため、以降行の人々は長らく魚を食べなくなったという。腐敗した生活は寿命にも影響を与え、34歳で放御した。文。 剪帝の死後は、北西内部での混乱が一層強まっていった。直径の孫で確認されるのは、三男の高嗣義の子である、神弁祭のみである。ありがとうございます。